はい、皆様おはようございます。札幌共同探求チャンネルです。本日はですね、こちら総園のハッサム通り、総園ハッサム通りと、新道の交差点付近に来ております。本日はですね、ハッサム地区の、残っている崖の痕跡ですね、こちらを、ちらちら見ていきたいと思います。はい、まあ向こうにはですね、こうビッグハウス見えるんですけれども、こう見るとですね、大体この辺ですか、こう大体1階分くらいの高低差があるんですよね。はい、まあこれはまあ崖と言いますか、どうやら昔の写真を見るとですね、向こうとこっちでこう、まあ土地の持ち主が違うのか、まあ田んぼとかの整地によって、まあこの坂道っていうのを水平に直した跡っぽいんですよね。ちなみにここカフェみたいですね、この古い家。昔からある古い家なんですよね。はい、でここなんちゅうか、あの水流れてたっぽいですよね、昔。まあ名居排水とでも言いましょうかね、確実にこれ水流れてた跡ですよね。いつも気になってます。まあただ暗渠に入ったっきり、はい、もしかするとそのマンホールの方でこう下水になってるのかもしれないですね。まあなかなかこう痕跡の、濃い場所ですね、この辺りも。はい、まあこの辺りからといいますか、まあ、ハッサム中央という、まあ、地区になってくるわけですけれども、まあ、まずその崖というからにはまあ本当に高低差があるんだろうなっていう感じなんですけれど、まあこの辺りはですね、線路より北側じゃないや、南側の地域ということで、まあまだ扇状地の地形を残している感じがあるので、まあ、それなりに傾斜のあるですね、まあこう坂道になっているっていう感じです。まあ傾斜があるのはわかるんですが、それがこう急激にガクンと土地の高さが変わることによって、まあ崖になっているというのはまたちょっと話が違うんじゃないかなっていうところです。というところで、はい、まあこの辺りですね、この辺りなんかが結構、はい、このようにしてですね、まあフロア1個内分くらいの崖になっている、まあ土地が高低差が出ているっていう感じなんですね。ここだけですね、かなり土地が高くて、まあここも半ば切り通しのように、はい、まあ、おそらくこの総園ハッサム通りは切り通しになっているはずです。この地形であって、ここで切ってますから、おそらくで、総園ハッサム通りの中ではこの辺りが一番最後まで、宅地開発されていなかったようなんですね。でおそらくこの土地の高低差の影響ではないだろうかと思われます。どうやら当時は、まあこの北側、この富士バックの営業所のあたりくらいまではどうやらこう小高い丘になっていたようです。ここはかなり高いですね、もう車2台分くらいの高さにはなるんじゃないかなと思います。まあこの切り通しの影響なのかわからないですけれども、まあそちら側に関しても少し土地が高いですよね。まあ扇状地ということですから、まあ線路の方向に向かって基本は下り坂のはずなんですけれども、まあ、若干ですね、道路がこう盛り上がっていたり、まあ向こう側も若干盛り上がってますよね。こう車を見ていただくとわかるんですけれども、はい、そこのまあどうなのかわかんないんですけれどね、ちょっと離れ、場所的には離れてはいますけれども、まあまあまあちょっとずつ、なんていうか、道路の高低差が出ているようですね。この上の地区をちょっと見てみたいと思います。見ると結構急激にとはいかなくても、まあ1メートルないくらいから結構ポンと道路上がってますね。
ちょっと赤っぽい軟石ですね、これは。おそらくこの感じ、赤い軟石ってなんかあるんですかね。新琴にでも見たことあるんですよね、こういう赤っぽい感じの軟石。まあおそらく3尺あるんじゃないかなと思います。1、2、3、4、5、まあだいたいこの手のこう18センチあるんで、5で、3尺90センチぐらいはあるということです。ということで、まあ3尺あるんで、まあ結構古いんじゃないかなと思います。まあこっちからこう見ていただくと分かるように、結構道路ガクンと下がってますよね。総延ハッサム通りを境にして、まあちょっと逆光で申し訳ないんですけれども、まあ、こう見るとまあ普通に坂がないようにも見えちゃうんですけれども、まあ正面見るとですね、フジマックの営業所の2階がまあ正面ということで、まあやはり2階分の高さがある、まあ、それだけの高低差があるという地域になるわけですね。まあこの一角だけです。そして切り通しになってしまったがために、この一角だけ総延ハッサム通りに直通していない一角になってしまっているんですね。まあ、平成の初め頃の工事の技術では、どうにもできなかった高低差ということになります。公園はどうやら泉公園という公園の名前みたいですね。笹やぶがあります。まだ雪が残ってますね、結構。はい、まあ、こんな感じで、はい、ここだけこう異様に高い感じになってます。もうおそらくは切り通しであろうという場所ですね。まあ見ると、まあその先、そのスタート地点のところらへんは昔どうやら小川が流れていたようであるというような感じの、まあ、航空写真、昭和40年頃の航空写真からちょっと読み取れるんですけれども、まあ、それが地形に影響していたかというと、まあ、そうではないのかなというところで、正直ここまでいろいろ変わってしまっているので、まあ、現在この辺を歩いたところで何か痕跡があるわけでは、まあ、おそらくないのかなと思います。こっち側ですね、ちょっと逆光で申し訳ないですけども、結構急な下り坂ですね。本当にこのここの区画一帯の区画だけが本当に土地が高いという感じですね。まあこう見ていただくと、はい、まあここの隙間がこれだけだったのが結構な隙間まで空いてるので、相当なまあ傾斜があるということです。ありますね、段差。こっちも段差になってるっていうわけですけれども、ここ不思議ですね。ここの下の部分、そっちもこっちも同じブロックですね。施工者が一緒なんでしょうか。まあ結構このような感じで、この一角だけが小高い丘になっているという感じです。そして、はい、先ほどのところですね。で、そこの、今、そこに見えてる通りっていうのは、まあ、昔からある通りなので、まあ、おそらくは、それなりに盛り土されて、整地されているんじゃないかなと思います。まあ、道路っていうのは結構盛り土したりして、こう、整地して、こう、平らにしてってやることもあるんで、道路の部分だけが極端に高いということはあり得ます。そちらに関しても少し段差がありますね。はい。
1メーターぐらいでしょうかね。まあここは扇状地なのでそれなりにまあ坂になっていたり、まあ、ハッサムっていうと結構土地が乱高下しているような部分もあるんですけれども、まあ、ここの道路も例に漏れず一旦下ってますね、向こう側でちょっと見えるかわかんないですけど、だいぶ道路が盛り土されているのか、こちらの土地を水を流すため、まあ、ここ昔田んぼだったっぽいんですけれど、昭和40年頃とかはのためにまあ低くしたのかわからないですけど、結構高低差がありますね。この家もおそらくは古くからある家ですね。地主さんが持ってるんでしょうね。なんていうか特徴のある建物ですね。なんか田の上建築を思い出すようなすごい不思議な一角ですね。なんかこれは通路みたいです。不思議な一角ですね。すごい特徴のある面白い形の建物です。あそこもきっと古くからある家でしょうね。煙突がレンガですね。結構古そうなレンガですね。まあこの辺もちょっとくぼんだりこうしていますけれども、まあ、昔の畑の整地の名残なのか、そういう水田で段々畑になっていた、まあ、名残なのかっていう感じかなと思います。まあここ見ると分かりますね。結構ここ土地の高さここで変わってますね。まあ、崖とまではいかないですけれども、いいですね。レンガ大好きです。この辺りは新しめの家が建ってますね。ああ結構古そうですね。ここが先ほどの段々の上になるあたりですかね。ビッグハウスがあるんで、まあここはここでまっすぐっていうことで、横に対してはまあ水平がある程度取れているのかなというところです。はい、ということですね。今回は全然何かが分かったっていうわけではないんですけれども、まあとりあえず気になった箇所として、まあ、総園ハッサム通り沿いにある切通しというか崖というか、おそらく切通しなんですけれど、はい、まあ、ちょっと観察がてらというようなところでした。まあ、ちょっとこの辺の地形に関して、まあ、地主さんとか、まあ、ちょっとやっぱりどうしても私が手稲の方面がまあわりかし強い、この辺りはちょっと弱いんで、コネとかもそうなんですけれど、人脈とかも、まあ、なかなかちょっと得られる情報が少ないかなっていう感じはするんですけれども、まあ分かり次第何かっていう感じにしようかなと思ったんですけれど、ちょっと気づいてしまいましたね。なぜか斜めにちょっとなんか下水管かなんか通ってるんでしょうね。なんで斜めなんでしょう、わかんないですけれども、はい、ということでですね、本日もご視聴ありがとうございました。